フータオバージョン。まずアルベドから入れて、シールド入れて、で通常攻撃だったら水になるんで、ここで元素爆発でキャラを戻して、で入った。変な方に行っちゃうな、これ。4万7000とか入ってね、一発。この銃撃が一発4万7000とか入ってます。ヨーブラザー、しらせゴールドチャンネルでは原神好きのあなたのために最高のコンテンツをお届けしていきます。動画をお楽しみいただけましたらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。後悔はさせません。ということで今日はフータオの会員運用ガイド、こちらを紹介していきたいと思います。で、炎元素アタッカーの比較、ディルックと、まあ、フータオの、まあ、能力、まあ、主力となる攻撃での、比較動画、あとはフータオが蒸発にした方がいい理由なども説明していきたいと思います。で、今回使うのはゴマの杖ではなくて火白炎を使っていきます。一応その理由もお話ししたいと思います。 HP 高いバージョンね。で、これで25000、 HP 高いの高いよね、25000です。で、次HP が低いバージョンやっていきますね。で、入れてって入りました。34000ね、全然火力違うでしょ。じゃあ次はディルックですね。一応まあ蒸発とかけていくって感じ。狼の末路、強い武器で両方とも星5で比べてみたいと思います。レベルも80、同じ条件ですね。蒸発をかけていく。まず濡らせて1段目。2段目。蒸発、回心入らない。回心入って2万6000ですね。で、一応2凸なんでダメージを食らいながらっていう戦法も、まあ、使いながら。もう一回やっていきましょうか。同じ。1万6000と、1万8000と、2万2000。で、狼の末路が入るとね、ちょっともっと威力上がってくるんですけども、一応こんな感じ。はい。で、左がディルックで、右がフータオですね。一応ね、ビシャップが、まあ、特殊攻撃してきた時のカウンターアタックね、これ、両方とも1回ずつあるんですけど、ちょっと誤差があるんで、HP の減りに差が出てしまうと思うんですけども、こんな感じですね。同じように、勝利とアルベドで、まあ、ダメージを重ねていきながら、まあ、行く秋の元素爆発で蒸発をかけていくっていう感じですね。まあ、ちょっとアルベドの結晶反応とかで、フータオの銃撃が入らないケースとかもあるんですけども、2秒に1回ってことなんで、まあすだれが刺さって銃撃ババッてやると、それがハマるときとハマらないときの差があるような感じですが、こんな感じ。その説明は後で詳しくしたいと思います。まあちょっとフータオの方が早いかなっていうぐらいですね。まあ、これがガチガチの編成とかだったらまた変わってくると思いますね。はい。で、今回使ったビルドなんですが、簡単に説明します。まずは火白炎。で、ディルックの場合は狼の末路ですね。で、まあ理由はね、後で細かく説明します。なぜこういうことになったのかっていう説明です。で、生物は魔女4セット。これは蒸発をまあかけていきたいっていうところと、まあ、スキル一発使うと 7.5% の火力が上がる。炎元素上がる。で、炎元素 15% 上がって 22.5。で、50% 以上以下で33。で、ここは炎元素ダメージ。なので合計炎ダメージはね、もうほとんど 100% を超えてくるような内容にはなってくると思うんですが、ここで炎はつけます。なぜなら攻撃力がスキルを使うと1000ポイントぐらい上がります。
HP が2000ポイントで、このキャラクターはね。なので、攻撃力が2300ぐらいになります、この時点で。なので、上がる倍率的に、例えば3000とか4000になってきてしまった場合、攻撃力過剰になってきてしまうので、蒸発やら、会心ダメージやら、そっちの方で盛る。あるいは、火白炎の火力 12% アップとかね。そういうところで今回は持っていくと。で、なぜそうするのかっていうのは後でお話ししていきたいと思います。で、蒸発をかけていくっていう感じなので、一応この魔女4セットっていう形。で、ディルックの方と全く同じ生物をつけて検証しました。なぜならディルックも同じように蒸発をかけていくっていうのキャラクターだからです。で、火力の差は今見た通りだと思います。で、封筒をですね、なぜこうやって銃撃運用にしたのか。通常攻撃を連打して使うっていうケースの方が結構多いようなんですが、その銃撃にしてみました。で、銃撃の倍率が非常に高いです。今の段階で、通常攻撃テンポ8で214。で、これってどういう数字なのかっていうと、槍のアタッカーキャラで星5のキャラ。これが銃撃ダメージ191なんです。銃撃か落下ダメージかどっちの方がダメージが伸びるみたいな検証がよくあったんですけども、それに、比較対象にされるほど銃撃を重用されている将。それと比べても圧倒的な銃撃の倍率の高さ、これが封筒の性質になります。ただ通常攻撃をね、いくら打っても74、76、96とかそこら辺で倍率は非常に低いんです。なのでもう通常攻撃はあくまで行く脇のトリガー一発分と仮定して、でそれで水にする、そういう形で一発打って銃撃、一発打って銃撃っていう感じにするといいと思います。でこれの大きな理由の一つとしては、水を炎でかき消す場合、元素が残る場合、ね、その場合は2回蒸発をかけれます。なので1段銃撃の方がいいです。例えば2発殴ってしまったら水がかかってるのに、1、2発目の倍率70程度のものに対しての蒸発がかかって銃撃を撃つっていう形になってきてしまうので非常に効率が悪い。なので一発撃って銃撃っていうのが封筒の進行中だと思います。それの理由としては命の星座で、一突で銃撃がね、炎攻撃の間銃撃がスタミナ衝撃しない。なので、撃って一発、撃って一発って感じで、で、行く脇で水をつける。で、行く脇で水をつけない場合でも、例えば行く脇のすだれがある状態で触るだけとかでもいいです。なぜなら、水をかかってる相手に、一発撃って銃撃撃つと、かき消されますよね。で、かき消された状態で、であれば、水の付着ってすぐつくんですよ。ってことは、かき消して水ついて、また一発銃撃、ワンツーパンチっていう風に感じでやると、水、2発蒸発、かき消し、水、蒸発のかき消し、ワンツーみたいなことのループになるわけです。それを9秒間、何回できるのか、8回できます。ガチガチでやると8発撃てます。スタミナがあれば。ただ、全くスタミナを消費しない状態、ダッシュとかしない状態であれば8発撃てます。こういうからくりがあるので、蒸発が非常にいい。そして、妖怪がなぜダメなのか。これは、元素が残らないからです。氷元素の付着したものに対して、炎でやってしまうと、必ず一発で切れてしまうので、テンプの一段ダメージの弱いので、妖怪がかかって、銃撃のダメージを与えるときには通常の炎ダメージとなってしまう。なので氷はいくら連続でかかったとしても、一発殴って次の銃撃に氷がかかるぐらいの連続でパチパチ氷が入らない限り、彼女の強い銃撃ダメージに妖怪がかかることはない。あるとしたら離れて、わざわざ離れて一発目が当たらないようにして二発目当てるんだっていうような無駄なムーブになってきてしまったりするわけです。なので銃撃を連続して撃って、いつ蒸発がかからない状態かわからなくするよりも、一発銃撃の前に一段撃って銃撃を撃つ、このムーブをやることによって彼女の一番の火力が出るのかなと。でその理由で生物とかも全部選びました。次説明します。武器もですね、武器もで今言ったことを簡単に説明します。でまず、行く脇で蒸発かけますね。でこれで、ね、パンパン、入ったら、もう触ってもう水がついてますよね。ということは、また蒸発連続でかけれる。で、また蒸発連続でかけれる。で、水がつきます。また連続で蒸発かけれると。こういうムーブが成り立つことができます。ただ、こちらの
妖怪の場合はいくらね元素爆発のように優秀な連続で氷をかけれたとしても、もう短いスパンで氷が消えてしまうんで、ほら2段目の方が弱いですよね。2段目の方が威力が弱くなっちゃうんですよ。なので氷との相性は良くないんです。はい、で今回火学園にした理由ですね、まあ、もちろんゴマの杖の方が火力は出るのは分かってるんですけども、一応なんか扱いやすさとか、あとはまあ蒸発をねかけていくのが風太郎の進行調ということで、まあ、蒸発をね多めに入れたいってことは、基本的にね元素熟知を上げた方がいい。結局はその会心が入らない時も元素熟知が上がっていくことによって、会心が入らない時でもダメージが伸びる。その理由で今回会心率の入ってる武器の火迫炎で、ダメージが伸びる火迫炎で、殴ってれば攻撃力も上がる、基礎攻撃力も高い、これにしてみました。基礎攻撃力が高いのはねなかなか魅力的だけど、まあ、ゴマの杖より火力攻撃力という点では落ちます。でゴマの杖の性能は会心ダメージが入るんですよね。ここの違いが非常に重要なんです。なぜなら生物の構成でここに元素熟知を入れてます。風太郎の場合です。頭に。で、こちらに元素熟知を入れて、元素熟知が400近くになるような設定にしてみました。で、ここは炎元素ダメージですね。で、これが非常にね、火力が伸びる設定なんです。ただ、もちろん元素熟知なんで、元素反応を起こさなきゃいけない。なので、先ほどの行く秋の蒸発をかけていく、必ず蒸発をかけていくようなムーブが必須になってくるってことですけど、一応これが。ダメージが伸びるという前提でやらせてもらってます。ただもちろん HP 上げることによって攻撃力パーセンテージが上がるのが風太郎なんですけども、ゴマの杖とね合わせて、まあ攻撃力がね2万しか HP なくても、例えば今1300ですよね。でスキルを打てばこの段階でも2300を超えてくると、となると攻撃力の必要値の計算上一応伸び率的には足りる。なのであとは蒸発とか会心ダメージとか追加ダメージとか相手のデバフとかに振った方が効率が良かったりもするんですね。なのでこれが理由でやってます。ただ別に会心率のコントロールとかね、頭別に熟知に入れればいいじゃんって思うんですけども、ゴマの杖にしてしまうとどこで会心率振るんですかって感じになるんで、サブステータスでしか振れなくなります。そうなると 50% の会心率を割ってきてしまうことになる。だったら冠会心率にすればいいじゃんって思うじゃないですか。そうなってくると、ここを会心率にするってことは元素熟知に触れなくなるんですよね、で、そして会心ダメージにすることもできなくなると。わかりますよね。要するに会心率がね、こちらで 50% 今漏れてますけど、これを例えば別の会心率の高くならないような武器にしてしまった場合、ほら 30% とかになって非常に会心率と会心ダメージのバランスが悪くなってきてしまうと。なのでこちらの会心率と会心ダメージの比率がバランスが悪くなりすぎず、しかも炎元素ダメージも漏れてます、会心ダメージも漏れてます、で追加攻撃ダメージもさっきの岩の編成と、あとはこちらの火迫炎で 12% ね持ったりであったり、まあ攻撃力 3.2% 殴ってればね2300というような数字のやつが2500とかになってくると、で非常にね攻撃力回心率とかそのバフ系のバランスが良くなるってところで、別に火迫炎でもね十分戦えるんじゃないかなってことで今回はこの提案させてもらってます。もちろんゴマの杖があればそっちの方のビルドも紹介させていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。動画をお楽しみいただきましたら高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。またこのような動画をいくつかアップしてますので見てくれたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイブラザー。